のナイス川柳。バレンタイン、旦那の収穫期待する、お題楽しみ。ゆかさん。毛は伸びる、不要不急の場所ばかり、お題見当違い。カエルヤギさん。バリアフリーなのに入れぬ子供部屋、お題痛々しい。カエルヤギさん。寒波来て一段固い小豆バー、お題痛々しい。マココシャン。ワンオンは隣ホールのグリーンに、お題異次元。マココシャン。寂しくてオレオレ詐欺と長話、お題異次元。テラリュウさん。2割引きシール貼るまでパトロール、お題偵察。ノッポさん。これ以上生きめば割れる便座かな、お題痛々しい。ピカラさん。会社から光熱費補助縄跳びが、お題めめしい。高原工業校さん。チョコ届く、今年も聖保レディだけ、お題痛々しい。関州さん。ちょっと鍋見といてと言われ見てるだけ、お題痛々しい。不器用カッパさん。オフレコと言われた途端スイッチオン、お題めめしい。ゆうさん。綺麗好き、手の届くとこ誇りなし、お題痛々しい。シルバさん。無理言うな、自分の孫にも振り込めぬ、お題痛々しい。喜怒哀楽さん。電源に命預けている文明、お題現代社会。関州さん。元気だが退院できぬ議員様、お題痛々しい。梅田川太郎さん。安産の神にもすがる受験生、お題見当違い。梅田川太郎さん。会いたいなデートの約束した勧誘、お題見当違い。花うららさん。15日0時になるまでチョコを待つ、お題めめしい。ローズ桜子さん。バレンタイン帰宅したけど諦めず、お題見当違い。ピカラさん。鼻の穴新生児室見てわかる、お題異次元。シルバさん。セレブ婚倒産離婚貧困に、お題見当違い。アキソルさん。